川第二の小島くん、続いているのは鎌ヶ谷第四鳥海くん、そして出てきたのが2番手松戸第六野口くん。さあ東野省飯田くんもまだ諦めません。さああと2周、あと800です。さあこの 800m が愛知につながる、頑張れ。さあバックストレートの追い風をなんとか背中に力を受けて、そしてスタンドからは皆さんのご声援をお願いします。まもなく 2400m の通過、ラスト600です。7分17秒、この1周が76秒。さあラスト500、全国大会の標準記録は9分02秒。上位3名までが関東大会。さあ前に出たのが鎌ヶ谷第四鳥海くん、2番手柏第二小島くん、3番手松戸第六野口くん、4番手東野省飯田くん。さあラスト1周頑張れ。さあラスト300、8分20。さあ3名の先頭争い、8分30。さあ2800の通過、8分31秒、この人が73秒に上がった。さあラスト上がればまだつながるぞ、頑張れ。8分45、8分50。さあ大きな声援、前に立ったのは鎌ヶ谷第四鳥海くん、59分12345 6 9分10、9分20。9分30。さあラスト頑張れ。お疲れ様でした。このコンディションの中精一杯走り切った選手に大きな拍手をお願いいたします。以上で男子共通 3000m 決勝のレースが終了いたしました。Ha ha ha!